持続可能な農業とは、持続可能性を考えた農業のことである。農業に関する環境問題は、実は多様で深刻なものも多い。例えば、農地を開拓する際に森林などもともとそこにあった、自然環境を破壊したり、作物の栽培に必要な水を過剰に使用することで、水資源の減少を招いたり、農薬により土壌汚染や水質汚染を起こしたりといった問題がある。 また、農産物に関係する問題、例えば食料問題、食料の安全に関する問題などの社会問題などにも間接的に関わっている。これらの問題を持続可能性の考え方を取り入れて解決していこうとするのが持続可能な農業である。循環型農業とは農業に用いられる肥料や農薬、農具などを循環利用するものである。畜産や農業、 家庭などで出る廃棄物を肥料に利用したり農業で出るゴミを循環利用したりすることは持続可能な農業になり得る。有機農業は本来化学肥料や化学農薬を使わない農業であるがそれは自然由来で環境負荷の少ない肥料や農薬を使うことにつながり持続可能な農業にもなり得る。遠い海外で生産された 農産物よりも近いところで生産された農産物を選ぶことでエネルギー消費や温室効果ガスを減らすことにつながる考え方。品種改良を通して生産力を高めたり農薬や肥料の必要量を減らしたりする試みもある。現在世界の農業を取り巻く課題は多数ある。これらに関連して以下のようなことも課題として挙げられる。農業の機械化、 無人化、高知の集積、農業技術の研究開発、普及などが進んで効率化した農業先進国では、技術や資金を活用して農業を持続可能な形に修正していくのが主流である。少数派であるが、自給自足的な農業を実行する動きもある。農業の機械化、無人化、高知の集積、農業技術の研究開発、 普及などが進んでいない農業途上国では、比較的資金力がある新興工業国は技術や資金を活用することができるが、発展途上国や財政難の国では、それが難しい。食料の不足している国では、安定供給に向けた対策が必要。資金のある先進工業国などが、資金や技術を投じて途上国農業の持続化に寄与しようとする動きもある。 燃料や農薬などの増加を招く、経済発展や農業の高度化ではなく、現在の農業の形を大きく崩さずに持続化しようとする試みもある。ありがとうございます。